はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずカです。それでは今回なんですけども、ワイモバイル新料金プランが微妙かも、10分通話無料がなくなるアハモやソフトバンクオンラインとの比較もということで、今回は前回に引き続き料金プランの解説ですね。今回は僕自身が今現在利用しているワインモバイルについての新料金プランについてですね。まあ、サムネとタイトルにもあった通り、ちょっと僕の中で大幅な変更がワインモバイルであったので、それを踏まえてですね、早速お伝えしていこうと思います。それでは 行ってみましょうということでですね、Y イモバイルから今回はこちらのプランとして発表がされました。ずっと変わらないシンプルな 5G 対応の料金プラン、シンプル SML 登場ということですね。で、こちらなんですけども、Y イモバイルの新プランは2021年の2月からスタートします。 ま、主なポイントとしたらこの3つなんですけども、まず 5G サービスということで、5G 対象のエリアは限られるんですけども、追加料金0円で利用することができるということ。そしてポイント2つ目、月額料金はずっと変わらないシンプルなプランと。で、ポイント3つ目、シンプル ML ならどう、データ容量を使っても最大 1Mbps で早いということですね。今回は結構この3つを押してるという感じです。 ということで発表されたシンプルな料金プラン SML 見ていきましょう。まず月額料金なんですけども、基本料金ざっと左から1980円税抜き、2980円税抜きと3 7 8 0円税抜きということですね。で、いろんなもろもろのオプションとかを踏まえて1480円だったりとか2480円で3280円というような料金となります。ちょっとこのオプションについて後ほど気になることがあるのでお伝えします。 で、従来のですね、基本料金なんですけども、シンプル S は従来は2680円だったんですけども、それが1980円になったということと、シンプル M に関しては3680円だったんですけども、それが2980円になったということなので、まあぶっちゃけこれを見た感じは、まあ安く見えるのかなと思います。ですけども、というところがあるんですけども、これも後でお伝えします。 で、次に高速データ通信容量ということで、これは 3GB、10GB、20GB ということですね。で、従来のデータ通信量なんですけども、シンプル S だったら 3GB。でですね、あと1年間にプラス 1GB が、まあ無料で付くみたいな感じのプランがあるので、まあ実質 4GB 使えます。 で、それに加えてシンプル M に関しても 10GB なんですけども、1年間の間3プラス 3GB されるので、実質 13GB 使えるということになります。で、先ほどからですね、ちょっとシンプル L の方だけ記載してないんですけども、これはちょっと若干ですね、従来のプランとちょっと違うので、一旦ちょっとこれは省いてます。 で、続きまして、高速データ通信音量超過時の通信速度ということで、これをいわゆる速度制限かかった時にどれぐらい出るかということなんですけども、シンプル S が最大 300kbps で、ML に関しては 1Mbps ですね。で、これは従来のプランとは変更はないという感じですね。そして、対応の通信方式に関しては、ちょっと飛ばしてるんですけども、4G から今回は 5G に加わったということで、まあですけども、5G に関しては全部が全部使えるというわけではなくて、5G 対応の機種であったりとか、あとは5 が使えるエリアじゃななないいいととと対応してないということになりますで、今すでにもう青枠の中に入っているこの通話料なんですけども、30秒に20円かかるということになってます。これを見た瞬間、ワ y モバイルユーザーの方は気づくと思います。えって思って、なんでえって思ったかというと、ここの米4のところですね、ちょっと見ていただきたいと思います。ここにちょっと隠されているんですが、それをちょっとそのまま文を引っ張ってきました。 読みたいと思います。シンプル SML の提供開始以降に新設する10分以内の国内通話が無料になる通話オプション。誰とでも定額月額700円っていう、えーと思って <laughs>。 で、続きまして、10分を超える国内通話も無料になる通話オプション、スーパー誰とでも定額 S、月額1700円に加入できます。一部無料対象外の通話があります。ということだったんですけども、いやいや、ちょっと待てと。これは、まさかまさかですね。何がちょっと変だかというと、 今、Y モバイルを契約されている方は10分以内の国内通話無料で、なおかつかけ放題のプランは一部料金違うところあるんですけども、基本的に1000円で加入することができるんですよね。それがまさかの10分以内の通話が700円のオプションになったということと、さらにかけ放題が1700円に変わっているので、これ正直、Y モバイルの魅力的なところではあったんですけども、実質有料になってるということに。 なりました。いやもうこれ正直ね、最初 5L のプラン見たときに、あ、ちょっと安くなってるけんいいやと思ったんですけども、よくよく見ると、通話にお金かかるんだ。まあ当たり前なんですけども、通話にお金かかるんだと思ったら、ちょっと魅力的なところが少し欠けたなっていうふうなところが正直な感想ではあります。もう本当にね、この魅力的だった国内通話は、サラサラサラと消えちゃったということになります。 で、さらにですね、今回の料金プランで気になるところがもう一点あってですね、ちょっとここはちょっと僕の勘違いなのかどうかですね、ちょっと視聴者さんと一緒に、まあ、コメントいただきながら考えていただきたいと思うんですけども、ここなんですよね、おうち割光セット米1というとこですね。まあ、他にもですね、 シンプル M とシンプル L の方にも入っております。で、ここのコメ1のところのコメントをそのまま引っ張ってきました。ベッド固定通信サービス料が必要です。ソフトバンク光の場合は指定有料オプション月額500円からへの加入が必要ですということなんですよね。なので、まあ、簡単に言うと、この500円分の、マイナス500円分の割引をしてもらうために、500円のオプションに入らないといけないという条件なんですよね。これ見た時にちょっと僕はあまり読解能力があまり良くないのかどうか わかんないですけど,んどういうことだろうと思って、割引をしてもらうためにオプションに加入。え、これって割引されてないんじゃないかなと思って。え、これってなんかちょっと僕の捉え方が変なのかどうかちょっとわかんないんですけども、僕自身ですね、今現在ソフトバンク光の契約をしてて、で、そして Y モバイルの契約をしてるので、従来のプランだと、まあ、500円分がまあ割引をされてるというような状況なんですが、これを見た感じは、 割引はされてないような感じになってるかなと思うので、ちょっとハテナが浮かぶんですよね。ちょっとこれに関して僕の捉え方が間違ってるのかどうかわかんないんですけども、ぜひコメントください。こんな風なことを意味してますよ、みたいな。<laughs> けどおそらく割引を受けるためにオプションの加入が必要なのかなっていう感じなのかなとは思いますで最後にですねちょっとプレスリリースにも書いてあったんですけどもちょっとこのまま読みたいと思います新料金サービスの提供に合わせてスマホベーシックプラン SML そして新規割の申し込み受付を終了しますすでに加入中のお客様は継続して利用できるほかスマホベーシックプラン R の内容を3月に改定しデータ容量を 20GB に月額基本使用量を4 0 円にしますまた、スマホベーシックプラン、SML はすべて2月以降順次追加料金なしで 5G をご利用いただけるようになりますということですので、まあ、特に特別な手続きは必要ないということなんですけども、まあ今もお伝えしたその新規割が6ヶ月間、まあ、続くのが Y モバイルの魅力的なとこではあったんですけども、それが終了したら先ほどの料金とかにはなるので、もう正直なところ現時点では ワインモバイルを僕自身継続するかは、もう要検討というところになります。 ま、けどまだわかんないですよ。今後どんなキャンペーンとか発表するのかわかんないですけども、現時点では要検討という感じです。で、まあ、それも踏まえてですね、Y イモバイルの新プランと、アハもそしてソフトバンクオンラインについて、ちょっと比較をしてみたいと思います。で、比較をさせていただく Y イモバイルのプランはシンプル M をチョイスしてます。まあ、これをもとにですね、アハもソフトバンクライン、そして Y イモバイルで比較します。まあ、これがちょっと比較対象になるのかどうかわかんないんですけども、見ていきましょう。まず料金なんですけども、一応2980円統一してるんですが、 ワイルに関してはちょっと謎のオプションをつけたら2480円になると。でデータ容量なんですけども、アハもソフトバンクラインは20ギガバイト。でワイに関してはまあこの料金だけども10ギガバイトと。 データ容量超過時の通信速度ですね。まあ、速度制限かかったときは、まあ、それぞれ 1Mbps 出ますよと。で、通話量なんですけどもね、ここですよね。アハモに関しては5分以内であれば無料。で、ソフトバンクオンラインに関しては5分以内であれば無料と。で、Y モバイルであればね、30秒後で20円かかりますよと。で、先ほどもお伝えしたように、もしね、10分以内の通話であれば月額700円のオプションに入っていただく必要がありますよということですね。で、5G に関してはそれぞれ3社とも対応してますよと。で、通信速度なんで、 で、すけどもアハモソフトバンンンクオンラインに関しては丸とで今現在僕、ワインモバイル使ってるんですけども、まあ、どこにいても基本的には通信速度的には関わらないので、これも一応、丸ということに、まあ、独断と偏見で、丸にさせていただいております。で、あとはこちらもまとめてます。まず、契約事務手数料に関しては、アハモに関しては0円。で、ソフトバンクオンラインに関しては、おそらく、ま、無料になるかなと予想してます。で、ワインモバイルに関しては、公式ページには発生するよとみたいな感じに書いてたので、おそらく発生するんじゃないか かなとで、MNP の提出手数料に関しては、アハも0円で、ソフトバンクオンラインに関しては、まあ、特に発表されてないと。で、ワイモバイルに関しては、ここは特に記載がなかったですね。 で、契約できる場所なんですけども、アハモに関してはオンラインのみ。で、ソフトバンクオンラインに関してもオンラインのみ。で、Y モバイルは特に出てなかったんですけどこちらはまあ店舗とオンラインで契約できるんじゃないかなというふうに予想しています。で、ポイント付与なんですけども、アハモに関しては1000円ごとに10ポイント。これは D ポイントが付与されると。で、ソフトバンクオンラインについては特に出てないんですけども、おそらくまあラインポイントあたりが付与されるんじゃないかなと。 で、ワイモバイルは特になかったですね。入会する時の特典なんですけども、アハモはね、3000ポイント分の D ポイントがもらえますよと。で、ソフトバンクオンラインとワイモバイルに関しては特に今んとこはないかなという感じですね。まあ、ちょっとこれがまとめになってるかわかんないんですけども、ぜひ参考にしていただければなと思います。まあ、正直なところ、今現在僕はワイモバイルを契約してるんですけども、やっぱりまあ先ほどもお伝えしたように、まあ、正直なところ今後使い続けるかどうかっていうのは本当に何とも言えないかなっていうのが正直なところではあります。なのでまあ現時点 ではやっぱりアハももしくはまあソフトバンクオンラインがかなり有力になってきてるのかなと思うのでまあ、これに関しては正直いろんな発表が落ち着いた頃にちょっと僕も検討して契約をしようかなと思いますのでまあその時はまたちょっと動画にして発表しようかなという風に思っておりますまあ、そんなこんなで今回は何かとちょっと悩ましいワイモバイルの新料金プランについて簡単ではありましたけどもお伝えをさせていただきましたまあ、かなりね料金プランについての発表はワクワクするとこではあるんですけどもちょっと期待をい意味と悪い 意味で裏切る時もあったりするので、毎回ワクワクさせていただいてるなというふうに思います。ぜひですね、今現在 y m o バ i l e 契約されてる方で、私はこうします、僕はこうしますみたいな感じのことがあればですね、ぜひコメント欄に遠慮なく書いていただければなと思います。で、今回発表されたね、YMOVILE の新料金プランの公式ページに関しては、下の概要欄にリンク貼ってますんで、ぜひ詳細気になる方はチェックしてみてくださいということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました